しっかり名前と出席番号、クラス、しっかり書くこと、記入漏れないようにしてください。お前これさ、大門の資格2番、お前先月やったじゃん、体育館で。これお前嘘でしょお前これ。もう一回考えてみよう。A と B がね、重なった時にどうするかっていう実験やったじゃん、体育館で。そうそうそう、だからこれはそうなるとそうだね。あとお前これ第2資格4番これに関しては1週間前にやったぞお前。あれ音楽室でやったやつや。ってなるとどうなる？そうなるやろお前。バカだよお前。はい。お前そんな切れる人なの？いや、ふざけんな、普通に。なんで答えを教えてるじゃないですか、今普通に。いや、答えっていうか、ヒントね。いや、ヒントっていうか、さっきから聞いてるんですけど、普通に答えだったし、なんか、全然勉強しない人にもなのに、なんか、勉強しないやつなら悪いのに、なんでそんなヒント与えてるんですか？私、ずっと勉強してきて、これ結構もう2秒で解き終わって、50問2秒で解き終わりました、私は。いや、だから、それはすごいんだけど、うん、そこまで、分かった、切れないでほしい、一旦落ち着け。いや、切れないでほしいというか、その努力を無駄にするような形で、こういうテストを行うのは、学校的に問題があるんではないかなと、訴えていいですか、普通に。いや、やめてくれ、お前ってか、そんなに喋る人だったの？初めて声を聞いたんだけど。普通に意味がないな、意味がない。いや、だから、落ち着け、だから、他の奴らは、通常通りテスト、そのまま続けてください。はい。はい、テストも中止で、もういいんです。いや、だから、はっ、やるはっ、お前も、全員合格。はっ、じゃ、はっ、だから、おい。私、目覚め。いや、おい、お前、山田先生、今、1名、イオンが、クラス脱出しました。はい。なんかテストを破って、納得いかないみたいなことで、はい、ちょっとすいません、指揮をお願いします。すいません。